にちは。堺重工業の吉田です。今日私はとある製品を紹介するためにやってきました。紹介する製品がこちら、電気で動く排ガスゼロの環境に優しいハンドガイドローラー HV620 エボです。電池で動くこちらの車両、バッテリー交換はとっても簡単。蓋を開けて入れ替えるだけ。これだけです。さらにバッテリー2個1セットで連続2時間安心して作業していただけます。続いて性能のご紹介です。電気で動くから性能が心配、そう思われる方も多いと思いますが、ご安心ください。こちらの製品はエンジン車と全く変わらない性能を持っています。まず一つ、基本となる締め固め能力、施工品質は全く変わりません。実際に現場での施工で使っていただけました。2つ目、電気自動車にとって天敵である寒い気温や雨や雪などの悪天候でも安心して作業していただけます。3つ目、エンジン車よりもはるかに音が小さく、手元振動も少ないため長時間作業していても疲れません。性能の紹介は以上です。従来と変わらない施工品質、雨や雪、寒い日でも扱える機能性、音、振動がなく扱いやすい操作性、これらを兼ね備えた新しい電動ハンドガイドローラー、それが HV620 エボです。さて今日はさらに販売時期のお知らせもできます。こちら電動ハンドガイドローラー HV620 エボは今年2024年10月販売予定です。最後に今日紹介した車両の連絡先をお知らせします。動画に記載の QR コードか堺重工業の各営業所までお問い合わせください。以上、ありがとうございました。